は、アメリカ合衆国の女優。ワシントン DC 出身のアフリカ系アメリカ人。父親は管理人、母親は、ウッドワードロスロップのマネージャー。探検家のマシューヘンソンは高祖父の兄弟と言われている。名前とミドルネームは、スワヒリ語で、望みと愛という意味である。 1988年に、オクソンヒル高校を卒業すると、ノースカロライナ州立農工大学に進学して1年関連気候学を学ぶが、プレカルキュレスで落第し、ハワード大学に転校して演劇を学ぶことになる。ハワード大学在学中、ペンタゴンの秘書やウェートレスをしながら、学費を払った。1995年に、高校時代の恋人との間に、 長男マルセルを出産したが、マルセルの父親は2003年に殺害されている。1997年にデビュー。テレビシリーズなどに出演していたが、2005年公開の、ハッスルフローで、MTV ムービーアワードブレイクスルー俳優賞などに、ノミネートされ、ブラックムービーアワード助演女優賞を受賞し、注目を集める。また、同作品の劇中歌。 It's Hard Out Here for A Pimp で歌手デビューを果たし第78回アカデミー賞で歌を披露した。2008年公開のベンジャミン・バトン数奇な人生でアカデミー女演女優賞にノミネートされた。俳優以外の活動としてはコモンやジェイミー・フォックスのミュージックビデオにも出演している。ありがとうございます。